の光が辺りを照らし出した。しっくりと目に馴染む。やれやれ、やっと落ち着いた。先ほどまでの疲れを忘れて、笑みがこぼれる。後の始末は挽回アロードに任せてある。他にやらねばならぬことがある。あのアメレットの謎を解かねばならない。骨董屋が目の前で広げた巻物、それを書き残した者について知らぬ者はいまい。翌日から巻物の解読に熱中していた。強大な魔力により神殿を解き放し、神が身を召喚した。つまり世界は滅びる寸前だった。すべてを救ったのはアメレットだった。そう伝えられている。多くの人間がアメレットの存在に惹かれ増えていった。しかし幸運はやってきたのだ。そして、予想以上の知識がそこにはあった。最後にとうとう最大の秘密を知った。ミスリルグローブ、唯一、アメレットに触れることができるアイテム。アメレットを手に入れる手はずは整った。あとは神々の楽園に降り立つのに。だが、運命は過酷なものだった。あるべき場所にアメレットがないのだ。なんということだ、わしのアメレットがあんなところに。そうして、アメレットは、この世において最初の所有者、このわしに出会うことになった。ただ忘れてはならぬのは、アメレットを素手で掴むなということだ。アメレットにはまだまだ秘密が隠されている。生涯をかけて謎に挑むことになろうと予感はあった。一体、ヴァンパイアロードは何をしているのだ？ヴァンパイアロードがあっという間にやられてしまった。そして殺意を持った影が狙ってるではないか。ワードナ、はじめまして。そしてさようなら。貴様は、それからのことは覚えていない。わしの身体には魔法や物理的な攻撃にも耐えられるよう施してある。そして復活の時を待ち眠りについた。